はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプ地なんですけども、今日はキルア&ヒエ使っていこうかなと思います。今回の大京都祭の新限定コラボキャラクターになっております。まあ、定番の動画用アカウントにて当ててきたんでね、まあ、性能等々見ていこうかなと思うんですが、今回のキルア&ヒエ、まあ、可能性をものすごく感じておりまして、まあ、黄色属性の攻撃 HP がエラ高で、攻撃力が2600超えているというわけで、めちゃめちゃ数値が高いんですよね。で必殺で 480% ダメージ、デバフ、固定ダメージ回復というわけで、まあ、主に決闘の4枠目今後ちょっと歴史を変えるんじゃないかなと思う。今現在の環境、決闘の4枠目って黄色めちゃめちゃ使いにくいんですよね。ただしかしこの2人今後増えるんじゃないかなと。そんな使いにくい環境でもいけるぐらい僕は可能性を感じているんですよね。で友情が必殺変換、プチ変換、ガード、今年から登場している 29% ガードですね。貫突状態まで持ってったらガード一旦つくんですけども、これエラ優秀、 30% ダメージ軽減なので、この恐ろしさはものすごくあるかな。なんかね、去年の末頃までガード潰してきた感があるんですよ。だからガードを友情で積む人あんまりいなかったんですよ最近。ただしかしこの友情技出てきて、多分今後使う人増えると思う。何が優秀かっていうと、黄色プチ変換、まあ合計貫突7個なんですけども、邪魔を変換すんねん。まあ今の環境、決闘で邪魔プチ残したらね、減点対象になるんで、それをうまいことカバーしてくれるという優秀さ、今までの 23% ガードとは違う。ここが僕ね、ガードも強いねんけど、何が優秀かって邪魔プチ変換持ってるところが僕一番優秀じゃないかなと、この友情技思います。サボが、これの赤バージョンなんですけども、やっぱり使っててわかる、変換の優秀さ。ほんまに邪魔をね、もう高確率で、黄色にしてくれるんで、これめちゃめちゃ使いやすいんじゃないかなと思いますね。で特性が、友情技封印数2枠軽減、バフ 5%、 4、9、12ターン目にタップ数プラス1、同じくターン目に、ターン開始時レジゲージアップというわけで、まあ、このキルア&ヒエの使い方は、4枠目、決闘の4枠目にぶち込むという状況ですね。それでダブルタップを発動させて5タップにしてまくるみたいなやり方が一番、まあ、勝率はいいんじゃないかなと思う。で、レジゲージアップもしてくれるんで、まあ、安定してラス枠で、レジェンドが溜まるっていう感じ。で、貫突まで持ってったら、決闘忖度のバフ 21% つくんですよね。これ数の攻撃が2600超えてんのに決闘忖度のバフつくっていうところで、ちょっと決闘の4枠目歴史変えるんじゃないかなと僕は思いますね。この4枠ダブルタップは他属性にもいまして、赤やったら炭治郎&禰豆子、緑やったらゴン&キルア、青やったら限定丈太郎っていう感じなんですけども、僕はこの4枠ダブルタップの中で一番強いんじゃないかなと思ってるんで、まあ、ダブルタップ4枠持ってないっていう人は、このキルア&ヒエから始めてみんのめちゃめちゃいいんじゃないかなと思いますね。というわけで使っていくんですけども、まあ、その前に皆さん気づいたことありますか？この友情必殺特性を見て気づいた方ものすごくいると思うんですけども、この特性のレベル、これ8で、友情9、これ必殺10、これ8、9、10って階段なんですね。でひーボルサリーノというわけで、僕はね、今回、我慢しました。はい。この二人をゲットすんの。まあ、っていうのも、4枠目ダブルタップ界隈で一番強いと申したんですが、ただしかし、他属性で何体も持ってる人、2体は持ってるよっていう人は、引きに行かんでもいいと思うんですよね。ただ、1体しか持ってない、もしくは1体、
体も持っていないっていう人にはおすすめ。僕3体持ってんねん。このキル&ヒエ以外全員持ってるんで、だからまあ今回はスルーしていいんじゃないかなという思いから、ただ引きたいよ。ただしかし4周年もあるんで我慢したという所存ですね。ありがとうございます。というわけで性能等々見ていこうかなと思うんですけども、はい、神速&蛇王炎殺黒竜派来ました。睡眠導入効果ある蛇王炎殺黒竜派なんですけども、まあ、ダメージ以下ほどというわけで、どんだけ入りますか。はい、演出がバカかっけ。何この演出。そんで34000、ゾロ16強すぎ、ぶっ壊れ。34000か、まあまあ入りましたね。必殺レベル10、特性8っていう状態なんですけども、今の火力、固定ダメージの1万が入っていますんで、まあ実質24000ですかね。まあね、イベントではね、めちゃめちゃ使えると思う。固定ダメージ入るんで。そんで、決闘では、忖度バフ、特性で入るんで、これで 21% バフされるんで、なんぼぐらい入るやろうな。多分、最大火力は3万は、絶対に超える火力はするんじゃないかなと思うんですけども、固定ダメージついてんの優秀やわ。だいたいこの4枠目ダブルタップって決闘でしかあんま使えないんですよね。だから安定した性能ではないんですよ。まあ唯一使えんのがゴンキルかな。ゴンキルはバフ回持ってるんで安定してイベントでも決闘でも使えるっていう性能にはなってるんですけども、演出マジでかっけえな。すげえわ。まあそういう性能なんですけども、他のキャラ、タンネズはデバフだけ、タンネズが一番弱いんですよ。タンジロ&ネズコ、あと限定ジョータロウはまあ、あ、ここでダブルタップ発動されていきまして、友情で必殺変換しながら、割るというね。これ一手多いのチートですからね。まあどんなキャラでもやっぱりダブルタップは強い。このゲームの概念、もう一ターンに4回しかタップできないという概念を潰す、そりゃ強いやんという、そういう状況ですね。はい。で演出がかっこよすぎるし文句ねえな。ゾロ十郎強すぎ、ぶっ壊れ。文句ねえな。この二人ってさ、個人的にはド S みたいなイメージがあるんですけども、なんかもう口、僕みたいになんか変なこと言うてるやつも問答無用で叩き切ってやるよみたいな感じの方々だと思われるんで、多分というか絶対に僕はこの二人とは友達になれへんな。ものの数秒で首飛ぶと思うんですけども、なんかね、ヒエってさ、なんか中二病なん。僕めちゃめちゃこのキャラクター気になってんねんな。前のさ、限定ヒエ使った動画でも言ったんですけども、このヒエに魅力しか感じない。僕は中二病なんですよ。はい、未だにね、一人で公園行って稲妻イレブンごっこするぐらいね、中二病なんですけども、このヒエね、めちゃめちゃ気になるキャラなんですよね。誘惑を見てみたいわ。でね、アニメの誘惑面白いよっていうお声も結構いただくんで、マジでちょっと見てみたいね。ハンターハンターはアニメ見たんですけども、誘惑に関してはもう、知識ゼロなんで申し訳ないが。だからまた時間あったら見てみたいなと思うんですけども、友情技で取りに行く価値は十二分にある。まあ僕みたいにダブルタップ、4枠目ダブルタップアホみたいに持ってるよっていう人も、全然友情が強いから取りに行きたいっていう考え方、全然いいんじゃないかなと思う。僕もね、この友情技もサボをゲットして分かったんですよね。どれだけ強いかっていうのが。悩んでんねんな、言うて。めちゃくそ悩んでいる。でもね、トリコ。明日からトリコ復刻するんですけども、トリコ引きたい気持ちがめちゃめちゃあんねん。僕、前々からトリコめちゃめちゃ欲しかったんで、で、ついに復刻するんで、
ちょっとそこにルビー使いたいなという気持ちがあるんで、今回はちょっとスルーかなと思うね。まあ人によってはこのヒル&ヒエの方が、まあ優先順位高い人多いと思うけど、僕はね、トリコの、やっぱり必殺、最近体力パーめちゃめちゃ強化してるんで、あの性能は僕、またな悟空も持ってへんねん。そりゃあね、またな悟空か限定トリコどっちか持ってないと、体力パーは始まらないんで、ちょっとね、僕も始まっていこうかなと思います。はい、というわけで、限定キルア&ヒエコラボキャラクター、使っていったんですが、安定して強い。普通に使えますね、このお二方に関しては。